今後民主共和国で戦われた第一次、今後戦争と第二次、今後戦争で戦争に関わった全勢力が、積極的に、ご先者を表すスワヒリ語の用語である地元で、カドゴスとして知られる、少年兵を募集あるいは徴兵した。トマスル・パンが率いる、民兵組織は30%が、少年兵であったと見積もられている。二千十一年、三万人の少年兵が依然、 軍事組織に従軍していると見積もられた。国際連合今後民主共和国ミッションは2012年1月1日から2013年8月31日にかけて1000人に上る少年が軍事組織から募集されたとする2013年の報告を発表し少年兵の募集を特有の問題と訴えた。元大統領ローラン・カビラは1996年から 紛争で少年を使用し、一部はわずか7歳の1万人に上る少年が従軍したと見積もられた。DRC の人権侵害に関して開かれた最初の審理で国際刑事裁判所は戦闘での少年の使用に関する全国的な法体系に基づいて最初の基礎や最初の審理、最初の有罪判決につなげた。専門的な論文では30万人に上る。 少年兵が世界中の正規軍、非正規軍双方を形成し、この数は増加していることが推計されている。アフリカでは世界の総数の40%の12万人に上る少年が現在戦闘員や広報要員として使われていると推計されている。アフリカでは紛争における少年の使用に関して最高の増加率で平均して重保された少年の年齢も下がってきている。 2003年、一部の民兵組織を形成する少年と、共に3万人に上る少年が DRC で兵士として使われていると推計された。1989年、国際連合は、児童の権利に関する条約を採択した。第38条で、国家は15歳未満の人が紛争に直接、関わらない保障をする、あらゆる可能な手段を講じると定めている。 2002年に国家が18歳未満の人が紛争に直接関わらず強制的に軍に志願させられることのないことを保障するあらゆる可能な手段を講じると規定する紛争下の児童の関与に関する随意条約議定書が発行した DRC はこの協定の両方に署名している国際連合児童基金の公式の立場は紛争下の児童の使用は 道義的に非難すべきであり、違法であるというものである。2006年3月19日、ジャンピエールビオ予少佐が少年兵の募集と訓練で5年の刑を言い渡され、DRC の法廷で審理された最初の事件であり、児童を募集した兵士にしたことで有罪となった。DRC の福音した少年兵の一団デイビッド・ M ローズンによると、 軍隊に児童を募集する国を支援することに関して批判がアメリカ合衆国に向けられている。2009年に少年兵防止法に従うために国務省は法により制裁される必要のあるビルマ、チャド、DRC、ソマリア、スーダン、イエメンの6カ国を一覧表にした。2009年10月25日、バラク・オバマは6カ国のうち4カ国に対する制裁を 見送った。このことを正当化するためにオバマは関係国はアメリカ合衆国の外交政策に必要な利害関係に協力する重要国であると述べた。DRC を外した理由は防衛改革を続け人権に敬意を表する非政治的職業人に軍のマイナス行為を左右するのに必要であるとした。オバマはこの4カ国すべてが 少年の使用の排除で前進してきているとも述べた。しかし、DRC では、少年の募集は実際は増加している、可能性がある。マンヤ安子による報告は、紛争に関わる、あらゆる勢力が少女を少年兵として募集していて、この少女は、今後愛国者連合や今後解放のための、愛国軍のような団体により頻繁に強姦されたり、性的奴隷として利用されていることを確認した。 事実ケニアのナイロビの国際平和支援訓練センターが発行する書類によると少女は今後民主共和国の少年兵の非常に大きな部分を占め約40%である。2011年のミルフリット・トンハイムの研究は今後東部の多くの元少女兵を調査したものでこの少女の多くが強く非難されながら帰還し、 少女に加えられた性的虐待と関係があることが珍しくないことも見出した。トマスルバンガは DRC の北東部イトリ州で作戦行動を行う組織アプックの指導者で2006年に3つの戦争犯罪、兵の募集や徴兵、戦闘で15歳以下の少年の使用で ICC から起訴された。アムネスティ・インターナショナルの国際法と 国際政治計画の代表であるマイケル・ボチェネクによると氷結は戦場の内外で少年を使用したり侵害する恐ろしい犯罪を行う世界中のものを躊躇させることになる。ルイス・モレノ・カンポはルバンガは数千人を殺害し60万人以上の難民を発生させた長年の軍事行動に関連する事件の始まりに過ぎないと言っている。 イッテュリ州愛国抵抗戦線元指導者、ジェルマン・カタンガとマッシュ・ングディオーロチュイは、2008年に ICC の予心部から戦闘で15歳以下の少年を使用したなどの7個の戦争犯罪と人道に反する3つの罪で起訴された。カタンガは2003年2月24日にボゴロ虐殺に参加したとして有罪判決を受けた。性的犯罪と少年兵の使用に関しては、 無罪となった。ありがとうございます。